カッカッ、でもそんな味するんですよ。そういう感じのスースーする感じの不思議。でもなんか脂っこいのが苦手な人は合うかもしれないって思う。ええー、なにこれ。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃん。え、なにこれ、すごくない？クマロック、すごい。ありがとうございます、ビッキーさん。クマロックフェス。なんかあったっけ今日。なぜなぜ。すごい、初めて見た。イエーイ、ありがとうございます。すごい、かわいい。なんかつぶつぶになっててクマが、音符も頭についてますね。すごっ。なんかこういうアバタータッチしたら、これは何のギフトですみたいな表示されるようになってほしい。すごっ、イエーイ。かわいい。すごい。歌おう、なんか。人気曲ランキング見てみよう。僕はクマ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 、車じゃないよ、クマクマ。おお、夏祭りだ、アイドル。誰も夢を奪われてく。お、可愛くてごめんも入ってます。すごい。何でしょうか。
ただの水です。あ、これ歌いたい。偶然はいつも教えて
Good night.
ね、風はなぜに泣いているのか、誰か僕に教えて。これも夏曲だと思ってるんですけど、違うんですか？何を隠したいのか、今僕にできることって夕暮れ日を待つことだけか。ああそして人は無力と思い知る。何を語ろうとそれは止まらない。夏祭りの夜にくるくると回ってた。色の綺麗な風車、誰の思い届ける。知らぬ間に共に流れる一筋の涙よ、さまれ。そして人は無駄なことを無理しろ。何を語ろうとそれは止まらない。ああ偉そうに聞いてても無駄だとわかる。どうであろうと僕は風を無視できない。どこで誰が泣き声上げようが、僕はそれを Yeah.
天よ水平線と彼方を目指して、あの描きたてらっかする夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々、あの空と物の海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言誰に言えばいい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗なこれは終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえて目覚まれたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものは捨てよう。自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで誰かに見られてる自意識、どこかで消えていった光を知ってるのか、僕は始まってもいない。欲しいものいらないものも見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。大人とその分別があることというなら、永遠に大人になっからるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜よ僕に歌わせるんだよ、想像だけの愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力がない。そうそう、手のペカリを。
ありがくまたは手を振ります。歩道橋を駆け上がると夏の青い空がすぐそこにあった。絶対届かないって分かってるはずなのに、僕はつま先で立って思いっきり手を伸ばした。ただじっと眺め続けるなんてできやしない。この胸に溢れる君への想いがもどかしい。真っ白な入道雲がもくもくと近づいて、どこかでセミたちが一斉に鳴いた。太陽が一瞬ひるんだ気がした。複雑に見えるこの世界は単純な感情で動いている。最初に水を持ったのはいつだろう。言葉はみんな嘘が多すぎて忘れてる。したら夕立ちが来る。世界には愛しかない。今すぐ僕は君を探しに行こう。誰に反対さ。空はまだ明るいのに突然雨が降ってきた。僕はずぶ濡れになりながら街を走った。夕立も予測できない未来も嫌いじゃない。最後に大人にしたくなったのはいつだろう。諦めること強要されたあの日だったか。アスファルトしたよい。僕らの上空に虹がかかった。世界には愛しかない。今すぐ僕は君を探しに行こう。誰に反対さ。僕は信じてる。世界に愛しかないんだ。めっちゃ噛んだ。最後にしよう。
まだが、まだまだがじゃない。まだ喉がね、万全じゃなかった。でも治った方。前の方がやばかったですよね。ガスガスでしたよね、前。最後にします。普通に吐いている君を
すごい。ありがとうございます。お疲れ様です。はあ、では壇上を読みたいと思います。まことちゃんさん、サージカルさん、O2さん、殿様ドラゴンさん、カズポさん、シューちゃんさん、ジータさん、オヤジーさん、ベンジャミンさん、ウツボさん、サクさん、メコト、O2 さん、サージカルさん、カズポさん、シューちゃんさん、殿様ドラゴンさん、ジータさん、ベンジャミンさん、サクさん、ウツボさん、オヤジーさん、ピオーネさん、ガントチャートさん、ビッキーさん、ありがくまたわ、ありがとうございます。なんでもない日に、イエイ、いいですね。なんでもない日のプレゼントとかもいいですもんね。お疲れ様でした。バイビー。おやすみかん、フォローよろしくお願いします。ヤンマガも見てください。インスタもツイッターもフォローよろしくお願いします。